東京都市大学は、東京都世田谷区玉摩津住一の二十八の一に、本部を置く日本の私立大学である、1949年に設置された、大学の略称は、都市大。東京都市大学の前進校は、1929年に、創立された、武蔵高等工科学校である、東京高等工商学校の元教員、学生が中心となり、及川常忠田田、手塚岳正、 西村優作らによって東京府江原郡大崎町に創設された。その後、1939年に現在の本部所在地である東京都世田谷区玉津津に移転。1949年、学生改革により武蔵工業大学となる。1955年、創設者の要請により、大学は東京急行電鉄の創業者、後藤慶太の起こした。 学校法人後藤育英会に引き継がれた2009年4月創立80周年を記念して東京都市大学と解消同時に後藤育英会が創立した東横学園女子短期大学を統合して轟キャンパス都市従来の工学部知識工学部環境情報学部に加え同短期大学の学部を引き継ぐ形で文系学部である都市生活学部 人間科学部を新たに開設、語学部16学科となった。2013年には、環境情報学部を、環境学部とメディア情報学部に、開祖。2020年には、工学部を、理工学部に、知識工学部を情報工学部に改称、建築都市デザイン学部を新設し、7学部体制となった。2019年度の志願者数は3237人で、 日本の私立大学の中で第29位である。東京都市大学では、全進校の創立以来、公正、自由、自治を見学の精神として掲げている。武蔵工業大学は、工学部のみの工科系単科大学として設立されたが、1997年に分離融合型の環境情報学部、2007年には知識工学部が設置され産学部体制となった。 2009年の東横学園女子短期大学との統合により大学名を東京都市大学に改称し文系学部である都市生活学部、人間科学部を新たに開設して合学部体制の総合大学となった。2013年には環境情報学部を環境学部とメディア情報学部に改組2020年には工学部を理工学部に 知識工学部を情報工学部に改称、建築都市デザイン学部を新設し、7学部体制となった。遠隔説の主要な出展は、東京都市大学公式サイト、大学案内大学の歴史、交渉、編集公明変更前の武蔵工業大学では、柏の木の葉をシンボル化したものに、広大の文字を配したものを交渉として、制定していたが、東京都市大学への改称の際、 それまでの歴史ある柏の葉のシンボルをそのまま使用して、新たに東京シティユニバーシティの頭文字、特を配している。スクールカラー、編集スクールカラーは、特ブルーで知性とサステナブルな明るい意味を表している。効果、編集東京都市大学への解消に際して、新たな効果の制定について検討がなされた結果、見学時の効果が、 東京都市大学校歌として復活することになった。歌詞には、見学時の精神である、公正、自由、実地の文言が現れるとともに、これを象徴する三色旗の文字も見られる。作詞、相馬漁風、作曲、山田耕作、東京都市大学グループ学園歌、夢に翼を作詞、作曲、岩城光一、編曲、岩城太郎学部、編集大学院、 編集付属機関、編集私立大学学術研究高度化推進事業、編集私立大学戦略的、研究基盤形成支援事業、編集水素自動車、編集水素燃料バス原子炉、編集トパースプロジェクト、編集東京都市大学公認の課外、活動団体は、文化系に分類されている部は、文化団体連合会に、体育系に分類されている部は、体育会本部に、 同好会、愛好会は、同好会連合会に、各学科直下の学生会は、学科研究会連合に、それぞれ所属している。また、学事行事の運営に携わる、学生団体を特殊団体と呼ぶ。特殊団体、編集東京都市大学の大学祭は、各、キャンパスごとに開催されている。世田谷祭、編集横浜祭、編集とどろき祭、編集世田谷キャンパス。 編集世田谷キャンパス91号館世田谷キャンパスは東京23区内の私立理工学系大学キャンパスの中では最も広い近くの玉川河川敷には総合運動場がある2019年10月12日午後10時頃令和元年東日本台風に伴う内水氾濫のため世田谷キャンパスが被災し図書館を含む複数の建物が浸水及び 停電する被害にあった。この影響で、同年11月2日3日の両日に、開催予定であった同キャンパスの大学祭、第90回東京都市大学世田谷祭が中止となり、一部の企画は、とどろきキャンパスで同日開催の、第11回とどろき祭に振り返って実施された。桜センター14大学創立75周年、記念事業の第一期事業として、 2003年に竣工した世田谷キャンパスのコア施設である914号館と99号館などを一体化した複合施設となっており計画設計から完成に至るまで教職員と学生が積極的に参加した設計コンセプトは旧体育館の床フローリングを新食堂の床材に再利用するなど環境に配慮した構造が高い評価を得た第45回 BCS 小受賞新図書館大学創立75周年記念事業の第2期事業として2004年に竣工した世田谷キャンパスの図書館である、館内に IT を多用しており、キャンパスカードによる入り体感、施設予約をはじめ、自動貸し出し機による貸し出しのほか、館内のどこでもインターネットが利用できる、蔵書は図書25万冊、和洋雑誌約3000タイトルで、 学習の専門分野となる理工学関係の資料を中心に所蔵している。横浜キャンパス、編集横浜キャンパス3号館港北ニュータウンの一角に位置しており、周囲は完成な住宅や緑に囲まれた地域開放型キャンパスとなっている。横浜キャンパスは日本の教育機関で初めて国際環境管理。 監査企画 ISO14001 の認証を取得し、第12回地球環境大賞で優秀環境大学賞を受賞した。大善寺キャンパス、編集大善寺キャンパスには原子力研究所が設置されており、1963年にトリガ通型研究用原子炉の初回臨海を達成した。1989年12月に、 炉心タンクから冷却水漏れが見つかり原子炉の運転を停止し、2003年5月に原子炉廃止の方針が決定され、永久機能停止措置が取られた。2006年には使用済み燃料がすべて米国に返還され、原子炉は廃止されたが、原子炉本体以外の施設、設備は残されており、現在も教育、研究で使用されている。とどろキャンパス。 編集とどろきキャンパス2009年度より統合された東横学園女子短期大学のキャンパスを引き継ぐ形でそのまま使用しており、設置学部も同短期大学の学部であった文系の都市生活学部、また、とどろきキャンパスには総合研究所が設置されており、現在は主に文部科学省私立大学学術研究高度化推進事業として選定された。 ハイテクリサーチセンター整備事業、シリコンナの科学研究センター並びに、学術フロンティア推進事業、エネルギー環境科学研究センターの2つのプロジェクト研究を行っている。シャトルバス、編集世田谷、轟と横浜の3つのキャンパス間を結ぶ交通手段として無料のシャトルバスがある。運行は、東急バスが担当する。ただし、轟横浜間は、世田谷で、 乗り換えが必要。なおおとどろきキャンパス。世田谷キャンパス間は、東急バス目黒営業所が、世田谷キャンパス。横浜キャンパス間は、東急バス東山電営業所が担当している。また、利用の際は、大学校内で配布している、シャトルバス利用券が必要となる。直接的な系列校ではないが、アジア大学とは、東急グループの関係者が関わったことで関係がある。 東京都市大学は以下の5つの付属学校を持つ、ありがとうございます。